今日は僕の動画を見てくださっている方からいただいたご質問に動画で回答をしていきたいと思います。よろしくお願いします。今回ですね、いただいたご質問は胸のトレーニングのご質問だったんですけども、ダンベルプレスを行うときに肩甲骨を寄せる動きをすると肩がすくんだような形になってしまう、これをどうすればいいでしょうというご質問でした。この方の場合ですね、ダンベルプレスを行うときに肩甲骨を寄せるということは合ってるんですけども、もう一つですね、肩を下げるという動作が入っていないため肩がすくんだ状態になってしまっているというわけです。ダンベルプレスに限らず胸のトレーニングを行うときはですね、肩を下げて肩甲骨を寄せてプレスをすると、この動作をですね、意識して行っていただければと思います。で、肩を下げるということはブリッジを作るということにつながるんですけども、ですので、正しく言うとまず、寝た状態を作って、そしたらですね、まずブリッジを作ります。しっかりと腰を反って肩を下げた状態を作って、この状態で肩甲骨を寄せて、で形を作る、でその上でプレスの動作を行うというのが、胸のトレーニングの正しいフォームになります。でちょっと後ろ向きで、ご説明させていただくと、今回ですね、ご質問された方がやってる動きというのは肩甲骨をですね、こんな感じで僧帽筋の力だけで、寄せていると思います。ですので肩がこうすくんだような形になってしまうんですけども、そうじゃなくてこの部分ですね、広背筋も使って肩甲骨をこう下方向に寄せる、こっちじゃなくてこういう感じですね。こういう寄せ方をすると肩が上がらずに肩甲骨を寄せることができます。ではですね、実際にちょっと、ベンチプレスの形を再現したいと思うんですけども、うちにはですねベンチ台もないものですから、ちょっとこのストレッチポールを使ってその形をやってみたいと思います。よいしょ、ちょっとダンベルもちっちゃいのしかないんですけど、じゃあ、これがベンチだとして、ベンチに仰向けになったらですね、まずダンベルを上げる。そしたらですね、ブリッジを作って肩を下げた状態を作ります。その上で肩甲骨を寄せて、これがスタートポジションになります。肩がこっちじゃなくてこういうふうにこの状態で肩甲骨を寄せる。でここからダンベルプレスの動作をスタートさせると、しっかりとしたフォームを作ることができます。で一つですね、ポイントとしてダンベルプレスの場合はですね、ベンチプレスと違って、ベンチプレスはですね、最初にこうフォームを作って肩を下げた状態を作ってからバーベルを上げることができるんですけども、ダンベルプレスの場合ですね、こう持って寝転がると、このダンベルの重みで肩が固定してされてしまうので、ここからですね、肩を下げるっていうのは結構難しいんですね。特に重たい重りを持っている時っていうのはなかなかそれができませんので、ですね、この肩を下げるんではなくて体をこう持ち上げていただくと、うまく肩が落ちたポジションを作ることができます。ですので、よいしょ、順番に言うとダンベルを持って仰向けになって、スタートポジションにダンベルを持ってきたら、肩を下げるのではなくて体をちょっと持ち上げて肩を下げたポジションを作ってから肩甲骨を寄せる。でそれからダンベルを下ろして上げる動作を行うといった感じになります。よいしょ、はい、ということで、今回のご質問の方の、回答をさせていただくと、肩がすくんでしまうのは僧帽筋に力が入っているということですので、肩を下げるという動作を一緒に行っていただくとうまくフォームが作れると思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。もう一つ胸のトレーニングのご質問をいただいていました。
そのご質問はですね、ベンチプレスを普段行っているということで、ダンベルプレスやダンベルフライがうまく扱えませんので、どうしたらいいのでしょうというご質問でした。でそのうまく扱えないということが、どういうことかちょっと書いてなかったので、まあそのフラフラして安定してできないということじゃないかと思って、まあ、お話しさせていただくんですけども、その方はですね、軽い重量で行うときれいにできるということが書いてありました。まあ、考えられる理由としてはですね、その軽い重量ではきれいにできるということなので、フォームは多分間違ってないんじゃないかなというふうに思うんですけども、ですので、その方がですね扱うコントロールできないと言われている、扱う重量というのがちょっとですね重すぎるんじゃないかなというような気がします。実際ですねベンチプレスを、行うときとダンベルプレスを行うときというのは重量にですねかなり差があるというのが普通なんですね。例えばベンチプレスが80キロできる方がいるとして、その方がですね40キロ40キロのダンベルプレスができるかというと、まあ、それはほぼ不可能に近いと思います。まあ、腕の長さだったりとか腕力、単純に腕の力によってそのベンチプレスとダンベルプレスの差は変わってくるとは思うんですけども、同じ重量をやるというのは絶対無理だと思いますので、その方がおっしゃるそのコントロールできないという重量がどのぐらいかはちょっとわからないんですけども、とりあえずですねそのきれいにできるという重量が、まあ、その方のコントロールできる重量ということだと思いますので、そこから徐々に重量を上げていっていただければというふうに思います。で、もう一つですねそのコントロールできない安定しない理由として考えられるのがですね、プレスの動作を行うとき、まあ、フライもそうなんですけど、行うときにですねその力をかける方向が重力に対して垂直にかかってないと、ダンベルは安定してこう動きを行うことができないんですね。ですのでその、まあ、今言った垂直に力がかかってないんじゃないかというのがもう一つ考えられる理由だと思います。で、ちょっとこれもダンベルを持ってやってみますけど、まずですねバーベルの場合ですと、バーベルだとこのぐらいの幅で持つんですけども、まあ、1本の棒になってますので、これはフリーウェイトでも結構安定している方になるんですね。でこのままバーベルを下ろしていって胸についたら上げる、まあ、こういう感じでやるんですけども、これと同じ感じでダンベルプレスを行うと、ちょっと無理なんですね。ダンベルプレスの場合は、スタートポジションがここになります。まあ、腕のちょうど付け根の真上に来るようにダンベルを構えて、そこからですねこの前腕がなるべく垂直な状態をキープしたまま下ろしていきます。ですので軌道としてはですねちょっとこう広がったアルファベットの A のような形で下ろしていくというのがダンベルプレスの軌道になります。前腕が常に地面に対して垂直になるような形で上げ下げをする。常に上方向に対してまっすぐ力がかかっていればダンベルというのはグラグラしずに必ず上げ下げすることができますので、まあ、そういう力の方向をですねちょっと意識しながらやっていただくといいんじゃないかなと思います。でダンベルフライもしてですね、ここから地面に対して垂直に力がかかるような肘の位置をキープしたまま動きを動作を行っていただくと安定したダンベルフライというのができます。例えば、肘がこう中に入ったりすると横から見るとですね前腕が垂直になってないんですね。こういう状態でここはフライなので、垂直じゃなくていいですね。こう外に開く状態になりますので、ただ横から見たときは必ず前腕が地面に対して垂直になるような位置をキープしたまま上げ下げしていただくと、ダンベルフライも安定して行うことができます。はい、という感じで、この方のご質問をまとめさせていただくと、
安定したダンベルプレスやダンベルフライを行うためには、まずは重すぎない重量から始めていって徐々に重量を上げていくことと、あとですね、力の方向を地面に対して垂直に、重力に対してまっすぐ上げていくような方向に、前腕が向くような形で動作を行うこと、これはですね、できれば、なんか動画かなんかでカメラで撮影していただいて、それを確認するとすごい分かりやすいんじゃないかと思います。やっぱりですね、そのビデオで確認するというのはとても有効な手段だと思いますので、まあ、そちらもですね、ぜひ試していただければと思います。今日は僕の動画にいただいたコメントに対して、回答させていただきました。ぜひ参考にしていただければと思います。ご質問いただいた内容に沿った回答になっているかどうかちょっとわからない部分もあるんですけども、またですね、わからない部分等ありましたら、動画のコメント欄に、書いていただければと思います。ありがとうございました。